どうもいらっしゃいませ、プーマです。始まった最強決定戦。はい、ということで今日の動画は現在絶賛最強決定戦が開催されていますので、このオーダー紹介やっていこうかなと思います。いや、久しぶりのオーダー紹介ですね。まあ、今年はね、9月の純正最強決定戦の時もいろいろあって動画出せていなかったんで、まあ、最近のねリーグオーダー紹介も兼ねて紹介できればいいかななんて思っています。で、今回の最強決定戦なんですけど、まあ、この時期恒例のセパリーグとコストリーグの開催となっていますね。まあ、日程は昨日から始まって今週の日曜までの1週間開催ですよという、そういう感じです。自分は西武純正やっているので、当然今回もパリーグで参加しています。そして一応パリーグ最強決定戦の戦績をおさらいしておこうかなと思うんですけど、これまでの最高順位が295位ですね。ギリギリベスト300入ったのが1回だけで、ベスト100は1回も入ったことがありませんと。一応西武純正が散り始めてからだと2年前の477位とか、まあ、去年の565位、あとはさっき言った295位と来て、今年のシリーズ1で381位でしたよと、まあそういう感じです。いや、ほんとね、1回でいいからパリーグ最強決定戦でベスト100入ってみたいですね。最近リーグオーダー紹介もできていないですし、まあその辺の紹介も兼ねてね、今回のパリーグ最強決定戦に参戦するオーダーを紹介していこうかなと思います。それでは早速コンペ行きましょう。ではでは、早速ね、オーダー紹介していきたいと思います。まずはね、最初にオーダー全体の紹介していこうかなというところです。こんな感じです。今回チームスピリッツが 104,718、最大コンボ上昇量が 19,31 となりました。まあ、今回はね、今の排出状況を考えると、西武純正ではまあ、ぼちぼちのオーダー作れたのかなというとこですかね。まあ、後ほど細かいコンボ面の話はしますが、まあ、コンボ19,000以上にできたのは嬉しいかなという感じです。で、能力チャートがこんな感じですと。ちょっとね、野手ステータスがやばいですね。まあ、後ほど細かい話はしますけど、今回ミパで組んでいないので、こうなってます。はい。逆に投手は、全体的に捨てが少し上がってきたかなというとこですね。シリーズ1から少しずつ西武純正の選手でも投手ステータス上がってきてますので、まあ、その辺が反映できてるのかなという感じですね。そしたら次は野手オーダーの紹介していきます。こんな感じです。今回のオーダーなんですけど、パスを88のオーダーで組んでみました。まあ、今の西武純正って侍和田さんとか、あとは去年のアニバ森さんとか GG さんとか、まあ、中地とかその辺入れて少しスピ下げ目にしてミパコンボ出すか、最新選手多めに入れてパソにするかの2択なんですけど、まあ、自分は称号的にこっちの方が組みやすかったということもあってミパは作っていません。ただね、正直多少スピ下げしてでもミパの方が強いんじゃないかとは思っている。で、細かいところ見ていきますと、まず外野はこの3人です。まあ完全に秋山浩二さん頼りの構成です。いや、でもね、本当秋山浩二さん強すぎますね。捨てが鬼高いのでリーグオーダーでは本当に重宝しています。まあ、ちなみに全同値チャレンジは無事敗北したので妥協して死者にしています。コンボの状況を見ながら純正最強決定戦前に突コーチ突っ込むかどうかは考えようかなっていう感じですね。両翼に関しては死者ペイトーさんとパソ同値アイトさん起用しています。ちょっとね、スタメンにするには少し捨てが心もとないのはそうなんですけど、控えもそこまで捨て高い選手いないっていうのもあって、まあ攻守のバランス考えてこの2人になっています。特にアイトさんなんかはね、捨て低くても守備 B ありますし、まあ守りで頑張ってもらいましょう。そして内野とキャッチャーの布陣はこんな感じですね。今回はまあなんだかんだ無難な構成になったかなというところかな。サードは死者おかわりくんになっています。純正最強決定戦前にコンボ状況を見てミパ同値の称号をチャレンジするか考えようかなっていう感じですかね。まあ、現状は死者でいいかなと思ってますと。で、ショートがアニバ・ゲンダさん。ゴールデングラブ獲得したので、ベスト9タイトルホルダー登場確定していますと。ベスト9タイトルホルダー登場したら継承しようかなとは思っているので、称号はね、まあ、とりあえず現状維持でいこうかなというところです。そして、セカンドが TS 死者、殿崎さんですね。まあ、この選手はね、ほんとリーグでかなり助かってますね。攻守のバランスがかなり良いです。で、キャッチャーが
から告げさんです。今回のオーダーではあんまり意味がないんですけど、一応ミパ同値にしています。ちょっと告げさんはね、捨てがきついんですよね。さすがにミパ合計値120いってないんで、ちょっとなかなか厳しい。今年 TS で住谷さんとか森さんあるかなと思ったんですが、結局登場しなかったので、本当に西武純正のリーグオーダーはキャッチャーが厳しいです。今年の OB でね、伊藤勤さんとか細川徹さんとか、せめて適正 F だけど田淵さんとか、この辺の選手登場してほしいなと思っています。で、今回 DH にはマキノンさん置いています。この前のね、無料10連で地引きできて本当に良かった。あとファーストはね、本当は捨て的に浅村さんにしたかったんですけど、シリーズ1の純正最強決定戦前に称号何回やってもパワー型にならなくて積んだので、もう諦めました。結局サイリン300連ぐらい引いた気がすんだけど、決まらない時は本当に決まらないよね。泣く。で、控えに関してはパソ同値の栗山さん、完全総力型の小玉さん、死者決まらずに総力 A になった鈴木翔平さん、そしてこちらも死者が決まらなかった渡辺さんとなっています。栗山さんはともかくね、鈴木さんと渡辺さんでスピアップできてないのが痛いかな。 A ランク当たんねえかな。当たったら称号したいですね。そして打順がこんな感じです。今回ね、捨てがちょっときつめなのもあって、いつもと趣向を変えて組んでいます。基本的にいつもはミパの合計値順で組んでるんですけど、まあ、あえて源田さん上位に置いてみたりとかしたりしています。まあ、この辺はね、采配で盗塁積極にしていたりしてるので、その辺の事情も噛んでるっていうところですね。あと悩んだのは下位打線かな。特にね、告げさん9番にするかどうか悩んだんですけど、まあ、打線のつながりとか考えると9番愛斗さんでもいいかなと思って、あえて愛斗さん使ってます。まあ大きい差があるわけではないんだろうけどね、ここは気持ちの問題です。で、野手で発動している主要コンボですが、超大胆不敵、超疾風陣雷、オートグラフとなります。パソ88コンボですね。本当はパワー A4 人とかミート A4 人とかでコンボ出せればよかったんですけど、今回はまあしょうがない。最大コンボ上昇量を結構上げられたので、まあまあ悪くはないんじゃないかなというところかな。打線に関してはもうしょうがない、諦めた。はい、そうしたら次に投手オーダー紹介していきます。こんな感じです。投手に関しては野手よりもね、だいぶいい感じに組めたのかなと思います。まずローテに関してはこの5人ですね。まず今回のエース枠に関しては涌井さんです。キュースタ A 同値決まっていて、しかも理想的な魂の投球決まっているんで本当に強い。球威制球159はね、ほんといいね。2番手がセレクション松坂さんですと、9月の純正最強決定戦の時に称号したらミスコンがつきました。まあ、どうせスタミナ型6人現状では揃わないので、この称号はね、死者の次にいい称号なんじゃないかなと思っています。悪くない。3番手が与座さんです。死者はついてないんですけど、球威制球4アップできてるので妥協。まあ、というかね、球威制球158はリーグ的には強いね。で、4番手が高橋コーナーさん。キュースタイル値はね、何度見てもかっこいい。球威制球の合計値も156と悪くないですね。そして5番手が平さんですと、球威制球154なのはちょっとね、今回の先発陣の中だと低めになっています。とはいえね、この水準で低めっていうのは本当西武のピッチャー強くなったなと思いますね。称号は強心臓ついたんですけど、まあ死者以外なら星4でもよかったかなって気がしてますね。ちょっと星4から付け替えちゃったの後悔しています。まあそのうち平さんは称号またやります。で、リリーフはこの布陣ですね。セットアッパーの役割になる中継ぎ 1-2 に関しては水上さん、ギャレットさんですと。水上さんはね、この前の選択契約書でようやくゲットしましたけど、QEA 決まってるの本当に助かる。ギャレットさんは、うん、死者決まる気がしない。そしてロングリリーフやることになる中継ぎ 3-4 には増田さんと佐藤さん入れています。増田さんはスタミナ高くて球威制球の合計本当に高いので、自分はいつもあえて3番手に置いています。まあ抑え増田さんの方がいいだろ説もあるんですけど、自分はね、イニング数稼ぐ選手の方にいい選手を置いておきたいっていう考え方で組んでいるので、抑えに余裕がある時は増田さんいつも3番手に入れてますね。まあ、中継ぎ 3-4 の選手ってイニング100余裕で行く時あるんで、まあ、この使い方も悪くないんじゃないかなと思ってるんですけど、実際どうなんだろうね。で、4番手が佐藤さんですと、死者決まってないけど球威制球4アップできてるのがまあ最低限。まあ3月に侍版来ると思うんで、そこで強化入ってくんないかななんて思ってます。期待しすぎか。で、抑えは我らが高橋智美さんです。もう突コーチぶち込みました。いや、正直この選手のおかげで起用の幅広がったのでかなり助かってますね。しかもデフォルト QEA でコンボに絡んでくるのが偉い。ほんと獲得してよかった。最後に控えが今井さんですね。Q スタイル落ちではないんですけど、スタミナ A なので最低限。まあ現状 QEA 生きる選手はこのオーダーで
9人いますので、今井さんは現状 QEA じゃなくてもなんとかはなる。というかどうせ侍版でデフォルト Q スター移動値になるだろうし、そこ待機でいいかな。そして発動している主要コンボですが、鉄腕投手陣、超変幻自在、超力戦奮闘、そして超剛腕投手陣となっています。まあ、現状セーブ純正で出せそうなコンボとしては出し切ってるのかなとは思いますね。今回選択契約書で獲得した水上さんとスピリーグ監督ガチャの高橋智美さんで QEA8 人揃いましたので、これはね本当に大きい補強になったなと思います。まあまあ当初に関してはそれなりにいい出来になったんじゃないかなと思います。はい、そうしたらここまでオーダー紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと野手が心もとないところありますけど、あとはね調子くんに全力お祈りして1週間結果を待とうかなとは思っています。あと今回の目標順位なんですけど、あわよくばベスト100、妥当な目標としてはベスト300行ってほしいなとは思います。まあ、とりあえずね S ランク契約書は欲しいので、500位はなんとか死守してほしいなという気持ちです。まあいつも通りねお祈りして経過を見守っていこうかなという感じですね。ということで本日の動画は以上となります。ぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。